どうも、レオンでございます。ここからですね、いよいよ大晦日ということで、動画を撮っております。はい、まあ実際大晦日じゃないんですけどね、全然だいぶ前に撮ってるんですけど、はい。まあまあね、一応まあ2022年も本日がラストということで、やはりまあご視聴していただいてね、自分らに、まあお礼のコメントを言ってね、2022年は終わろうかなと思います。はい、まあ1年つってもね、結局動画を配信したのは5月からなんで、何ヶ月 ?8 ヶ月ですか。8ヶ月で、まあ、約チャンネル登録が600人か。これちょっと想定外でしたね。今頃俺の予想で100万人いってる予定でしたけども、まあ、残念ながら、そこにはたどり着かず、99万、9000人ぐらい足らないですよね。まあ、そこは想定外なんですけども、どういうことなんでしょうかね。やっぱり YouTube を、まあ、以前も言ったんですけども、YouTube 見る人って、まあ、普通にいると思うんですよ。で、今やったら TikTok もそうですけどね。でも、YouTube のアカウント持ってる人が少ないのかなって。っていう感じがするんですよ。例えばね、俺のチャンネル登録、者の、メインがね、20代、30代なんですよ。ほぼほぼ。で、40代、50代がちょっといるみたいな感じなんですけども、そうね。10代が少ないのがやっぱ痛いのかな。まあ、10代俺のチャンネル見んのかな。見ろよ、10代。何してんだよ、10代。ヒカキンの動画とか、おもろいか、そんなに。ブンブンハロー YouTube。もう3回見たら飽きるやろ。まあ、別にね、見てくれていいんですけど。そうね。だから、サッカー系 YouTuber で一番トップいってるの誰やろ。那須大輔かな。最近あれも来てるよね、鈴木啓太の。あの辺までね、行きたいと思ってるし、あれを超えなきゃいけないと思ってるんですよね。なんですけど、全然なんでね、驚いてるんですよ、自分でね。自分で自分に驚いてますよ、本当に。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、来年はね、なんとかこう、1万。いや、10万やね、最低でも銀の盾。銀の盾欲しいんでね。ちょっとチャンネル登録ね。まあ、これしてる人は、まあ、近所のおばはん、おっさんとかも、もう誰でもいいんでね。軒並みも登録させてもらって、増やしてほしいなというふうに思いますし、はい、もう職場とかね、学校とかでも、レオンのチャンネル見たっていう感じになってくれればいいかなというふうに思います。はい、まあ、でも配信の中身そのものはね、変わることはないんで、もうサッカーにしか、サッカーのことがまずメインなんで、たまにまあ、芸能のこととかね、他のことをちょっと話したりするかもしれませんが、メインはサッカーなんでね、あとはまあ気まぐれですけど、自分の趣味のね、まあ、もうないですけども WCCF っていうゲームのね、過去のゲームのもカード紹介したりとかね、まあそのぐらいかなと思いますけども、はい、なんとかね10万人、来年10万人頼むわ、マジで頼むわ。まあ、コムドットもね400万人いったんですよね。コムドットそんなすごいんかい、本当にすごいよね。いや、本当にもう扱い的にはジャニーズみたいな感じかな。何がすごいって言われても、ね、多分女子がキャーキャー言ってるんでしょうね、あれ。多分チャンネル登録の、あの男女の比率エグいやろね。多分、女子が95とかじゃないの。絶対に。俺ちなみにね、95男なんですよ。で、5% は女子なんですよ。その女子、ほんま女子かと思いながら。俺のチャンネル見る女子って、どんなやつみたいな。5% は女子なんですよ、マジで。そう。その女子と会いたいね。オフパコはしいんけど会ってみたいね。どんな女子かな。もう俺可愛い子ちゃんじゃないと受け付けへんからさ。ちょっとあれなんですけど、はい、何の話でしたっけ。あ、今年1年振り返るということで、まあ振り返らず何もないよね。多分俺の中ではカタールワールドカップしか記憶ないんやけど、なんかあったっけ。なんかあった。あ、安倍さんが亡くなったとか。まあでもそれはまあまあ、でも元首相やしね。まあ別に元首相やからいいってわけじゃないけど、インパクトでかかったけど、まあ、でもサッカーには勝てへんな。やっぱサッカーかな、やっぱ一番は。まあ、結局サッカーの一年でしたね、今年も。で、来年ももちろんサッカーあるんですけど、大きなイベントないよね。アジアカップも来年はないし、新生森保ジャパンが始まると、スタートするということぐらいか。ね、
まあ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 そういう1年なんで、まあ来年はでものんびり配信できるのかなと。まあその大きなコンペティションがないんでね、うん、とはいえね、森保が続投したんで、まあまた4年間ね叩かれるぞ森保でもあの人な、俺思うけど、よくも悪くも、なんていうかな、麻痺してると思うよ。だから人から何言われても気にはしてると思うよ。でも本当のところ気にしてないと思う。そう、だからそういうメンタルがないと代表監督無理やと思うよ。だってこんだけさあ YouTuber からサッカーの OB まで叩いてるわけよ。森保どういうことみたいな感じで。ジョーに至ってもアンチ森保でしょマジ続投は絶対ないとか言ったもんねあったけどジョー面白いな。いや4年間まだジョー盛り上がるなこれで、ジョーチャンネル。はい、まあそんな感じでね。まあでもすごいよね、こんだけさ、まあ、もちろん森保に力がないってのもあるんだけど、日本中から叩かれて、そして好かれてないと思うんですよ森保って。そもそもまず、うん、そう、今森保好きって言ってるやつはちょっとやばいやつやマジで逆に、うん、だから森保が本当にこうこんだけ日本中から嫌われてて、それでも森保を続投させるってあのハート、田島すごいよな。反町は反対やったらしいけどね、うん、で何の話だっけ。あ、1年間振り返るか。振り返る、まあサッカーと安倍さんぐらいじゃない。でも俺が YouTube 今年ね、まあアカウントは待ってたけど、とりあえず動画をアップし始めましたということなんで、まあ打倒コムドットっていうところかな最終的には。いけるでしょ、まあでも今年はね、やっぱり今年か来年か、もう少し女子層を増やしたいね。女子の比率を20ぐらい。なんやろ、女子の何が俺が人気出へんやろね。ちょっとわからないですね。はい、まあそんな感じですかね。なんか特段どうのこうのはないんですけども、はい。まあ来年もね、まあ、いつもと変わらずサッカーを中心に、のんびりと、まあ、自分が配信したいことを、ね、配信すると。いうことで、やらせてもらいますんで、よろしくお願いします。はい、2022年ご視聴いただき、ありがとう自分ら。